皆さん、ヤピーごきげんよう、あやのだからでーす。今回の動画は、TikTok で作れるエモい動画講座でございます。ダガネがバズった動画の中で、ディズニーの CM 風のね、動画をね、作ったものがあるんですけれども、どうやって作るんですかって言われても、今までそういえばちゃんと答えたことなかったなと思って、最近の TikTok はいろんな機能が備わってるので、十分 CM みたいなエモい動画が作れる機能が備わってます。ダガネが思うエモい Vlog みたいな、TikTok でのやり方みたいなのをシェアできたらなって思います。それではご覧ください。Let's go! で、TikTok を開きまして、プラスの、プラスのボタンのところを押して、このアップロードってところを押しておきます。もうスマホの元々のカメラのアルバムのところに使いたい動画をピックアップしておくといいと思います。でもそこのフォルダにたどり着きまして、使いたい動画をもうぶち込んでいきます。でここでもなんか自分でだいたいこの動画が先に入れたい、この動画を最後にしたいとかっていうのあると思うので、入れたい順番になるように番号をね入れておくと楽です。チュンチュンチュン、ここでいいかな、どうだろう。まあ、そんで次へ押しまして、このサウンドシンクモードと標準モードっていうのがあるんだけど、このサウンドシンクモードにするとね、勝手に曲に合わせてね、勝手にいろいろやってくれるんだけど、このこれはどこを使いたいかみたいなのは選べるんだけど、速度とかが変えられないからエモい感じにはならないのね。だからダガネはこの標準モードがおすすめで、まあ、エモい感じにするためには全体的に速度を遅めた方がダガネ的にはエモみ深きって感じになるなって思うの。なので選んだ動画を全体的に 0.5 とか速度を変えつつ使いたいところを取っていきます。ここにちょっと手をピッてするとこまでいいな。これであとね全部 1.5 ずつとかに留めていきたい。でこれを選択した動画全部にやっていきます。たまに普通の速度の方が可愛いんちゃうみたいな時は普通の速度でやる。これも私がねこの今選んだ動画はだいたい iPhone か GoPro で撮ってる動画です。続きましてシンデレラですね。これもシンデレラがこっち向いてる。長押しするとこの入れ場所が変えれます。これめちゃめちゃ夜なのに次のカットが昼になるのはちょっとおかしいので、これちょっとぐるぐるぐるっとギュギュギュッと後ろに持ってまいりますね。これね夜と昼で同じ場所で撮ったの。これなので朝の時は等速でいきましょう。はい、最後。これめちゃいいよな。これ私もすごく好きなショット。ただちょっと暗いんだよね。まあその辺は後でフィルターでやってもらいましょう。まあ一旦こんな感じで全部つなぎました。そしたら次曲を選びます。ぐる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 、今回はですね、でやろうかなって思いますので、これを選択します。フィルターとかの4つのこの後ろ上のところ、フィルター、アフレコ、楽曲をカット、音量ってところの音量のアップロード曲ってところをゼロにしとかないと、元々の動画に入ってる音までもう全部入っちゃうのね。そうするとなんかちょっとエモさに欠けるというか、なんか雑音がってなっちゃうから、ゼロにするのがおすすめですね。まあでもその動画によるかもしれない。なんか友達の笑い声とかも入れたいってなったら、こうボリュームを調節したりとかっていう時もある。でも今回はもうゼロにしときますね。で、一旦ちょっと流れを確認したら、フィルターをかけていこうと思います。フィルター、デガネのおすすめフィルターは、いつもさ、普通の動画を撮るときは F の4番なんだけど、ちょっとこの F の4番、今回のちょっとエモい感じを目指すには、ちょっとなんか甘々すぎるかなっていう感じなので、デガネは G の2を使います。G の2の100にして、そうするとちょっとなんか明るくなるけど色も保たれるけど、でもちょっとシャープネスな感じみたいな感じ。続きましてこのエフェクトで、このミステッドを使って切り替わりの部分ですねにだけかけます。そうするとふんわり昼から夜に変わります。このテキストっていうのを使うと、こう動画の中に文字を入れれるんだけど、こういうのとかをこう入れて CM っぽくも全然できるんだけど、ちょっと今回は全部真ん中にちょんとこう入れておく感じ。
しようかな。で、このアフレコってやつをやると、この動画の中で喋ることもできるんだけど、ちょっとこれは今回はなしにしておこうかなとも思う。でもちょっと一回やってみる。東京ディズニーリゾート、どうだろう。東京ディズニーリゾート、え、入れるけどちょっとやめとこう。YouTube だけの秘密ね。では出来上がったのがこちらになります。A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose. はい、という感じでございます。というわけでいかがだったでしょうか。これをエモと捉えるかエモと捉えないかはあなた次第ですけれども、ダガネが TikTok を使ってこういう動画を作っているときはこのような作り方です。今はちょっとお出かけできないかもしれないですけれども、まあ、ディズニーに限らずね、友達と遊びに行ったりとか、どこか特別な場所に行ったときとかにこの方法で何か Vlog とか作るものに何か役立てたらいいなと思います。またね、お出かけできるようになったらぜひぜひこの手法を使ってみてください。最後まで動画見てくださいラバとこちょっと最後まで動画見てくださってありがとうございました。次の動画までお楽しみに。